420桃助です。いや今年ねデジカン買いすぎた感がある。だ発売されたけど買わなかった機種っていうのは GDR4200 くらいですかね。まあねデジカン発売されるとねまあこういうレビューとかね動画でやってるのもあって、試してみたくなるんですよね。で比較とか、まあ、しようと思うとねやっぱある程度使っとかなきゃいけないかなって思ったりするんですが、またですよ、八重洲無線さんから発表されました、デジタル簡易無線の新機種モトローラブランドの MT10 が、発売になります。1月の発売ってことになってますが、聞いた話だと年末ぐらいから、販売店の方にはね入荷してくる、みたいですね。まあスタンダードブランドではないので、VXD20 の後継機というわけではないんですけども、まあ VXD20 と比較するとフラットなね感じの、印象を受けますね。モトローラらしいね堅牢さと、洗練された感じを掛け合わせたねデザインになってますね。はい、これボディサイズの方は幅が 56mm、 高さ 100mm、 厚さ 31mm っていう風になってるので、VXD20 と比べると多分縦横は変わらないんだけど奥行きが、3分の2ぐらいになるのかな、薄くなった感じの印象でしょうか。まあ、最近こういうの多いよね、以前の機種に比べて、まあ、厚みがね3分の2ぐらいになるといったところで、もちろんまあ本体が薄くなっているのと、バッテリーサイズがね小さくなっているのではないかなというふうに想像ができます。ちなみにスピーカーマイクの方はオプション品として MH82A7A とか 83A7A が設定されているので、今までのスタンダード VXD20 で、使っていたものがそのまま使えるという仕様になっています。まあボディの堅牢さとかについてはね、もう言うまでもないモトローラーのね、米国軍用規格に対応したものになっていて、まあ八重洲無線系の機種でね得意になっているこの間紹介したノイズキャンセリング機能、これもね、健在みたいです。これ初めて知ったんだけど、前やった時、解説読んでなかったかもしれないんだけど、ノイズキャンセリング機能って2つのマイクで収音することで実現してるんだね。多分こう2つの波形を合わせてうまく、処理してるんでしょうね。で、あとオーディオイコライザー機能、まあこれ DSP 搭載している最近の機種にはもう当たり前になってきてるんだけども、送信音受信音ともに音質を調整できると。で、聞いたとこによるとここに自信があると、八重洲無線のね営業さんはおっしゃってるみたいですね。アナログの FM で聞くのに近い音質が実現できますよというようなことをねちらっと小耳に挟んだんで、公式にアナウンスされてるわけじゃないですよ、そういうニュアンスのことをちょっと小耳に挟んだんで、まあそこ自信あるんだったらちょっとね、音聞いてみたいなと、試してみたいなというところですね。はい、まあ他にもねデュアルレシーブとかセカンダリー PTT とかその辺はまあ最近デジカンでおなじみになってきてる機能かな。送信出力の方は 5W、2.5W、1W と切り替えができるみたいです。あと保証期間の方が2年っていう風になってますんで、スタンダードブランドは3年なので、まあこの点はどうなのかな。いろんなね機能を見てるとやっぱモトローラーだけあって、僕らの趣味というよりも、業務でね使う人に対しての機能がね非常にふんだんに盛り込まれているので、せっかくなら3年保証にすればいいんじゃないかなって思うんだけど、この辺は多分ねブランドごとのいろんな事情があるんでしょうね。はい、あとねこれもう一つ気になったのはね、今までモトローラって GDR っていう型番を使ってたんだけど、今回から MT っていう型番になってますね。まあ今までの GDR シリーズと何か違うのかな。確かね MIT っていう型番の、あれ免許局だと思うんですけど、デジタル簡易無線はねあったと思うんだけど、この MT っていうラインナップはなんか違うんだかな。なんかねモトローラートランシーバーの略だと
いうふうに聞いてるんだけど、 GDR からあえて変えたのは何か理由があるのかっていうのをね知りたいなというとこですね。 GDR の方がかっこいいと思うけどね。まあトランシーバーみたいな特にこういう業務ユースに特化したものっていうのは別にブランドイメージとかってね、そんなに関係ないと思うんだけど、多分トランシーバーのユーザーさんのブランドイメージってもちろんヤエスとかモトローラっていうブランドもそうだけども型番で結構意識すると思うんだよね。アイコムだったら DPR とか、アルインコだったら DJDP なんとかとかね、これね、まあ僕そういう仕事してるんで、あれなんですけど重要だと思うんだよね、型番の響き。もちろん機械的に型番をつけたりっていうのもあると思うけど、かっこいい響き、印象に残りやすい響きの型番っていうのはね、まあ型番で、商品を話すことが多いトランシーバーのブランドにおいては結構重要なんじゃないかな。僕は GDR がかっこいいんじゃないかなと思っちゃうんですけど、まあその辺もなんかね、事情があるのかもしれないですね。はい、ということで、まあ試してみたいどうしようかなと今考えてるとこです。モトローラ MT10 5W のデジタル皆無線の新機種が、今月末か、まあ、年明けぐらい、まあ、店頭に並ぶよという紹介でした。まあ手元にもし来たらまあちょっと触ってねレビューしたいなと思うけど、ちょっとまあよく考えます。以上、長岡 HR420 おぼすけでした。バイバイ。モーチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめアウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね日々の情報は Twitter の方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクから Twitter の方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、Yahoo ブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またモモチャンネルでお会いしましょう。